はじめまして。今回小悪魔ギハの専属モデルになりました運動です。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ今日は記念すべき1本目の動画ということで、ちょっとうんともちゃんのことをいろいろ聞いていきたいなって思います。はい、じゃあまず、基本的な自己紹介だけしてもらおうかな。名前は、うんともという名前で活動します。で、今年23歳で、基本の私の活動内容が、TikTok と、あとポコチャライバーをしております。 TikTok すごいよね。ありがとうございます。 TikTok 何万人だっけフォロワー。 TikTok は今33万人。33万ってでも どれぐらいの期間で。2年です。ちなみに一番バズった動画は何万再生ぐらいされてるんですか。650万再生されてる。650。だいぶすごいね。ちなみにその動画は見せてもらえたりしますか。なまりがすごくあるんです。鹿児島の先輩が言ってたコーヒー牛乳のイントネーションが面白すぎて忘れられない。コーヒー牛乳標準語でさ、コーヒー牛乳っていうの。この動画がコーヒー牛乳のね。鹿児島出身。あ、そうです。鹿児島ってここからどのぐらいかかります。鹿児島は飛行機で1時間半くらいです。ちなみにその動画の以降は結構もうずっとバズってる。そうですね、結構再生回数は取れるコンテンツを作ってるので。すごいですね。その TikTok はどんなコメントがよく来ます。コメントは結構最初はアンチが多かったんですけど、最近はすごい応援してくれるコメントとかもあるんですけど、やっぱりでも加工が強いとか整形が怖いとか結構でも言われますね。整形してるんだ。あ、整形してます。整形はどこしてるのかとかも公表してるんですか。目と鼻をやってます。目は二重ってこと。目は、埋没をしてたんですけど、最近全切開をして、鼻は、耳の耳介軟骨っていう骨を鼻先に入れてアップノーズにしました。すごい、確かに鼻めっちゃ高い。鼻先がなんかツンってなんか、はい、韓国人みたいな感じ。それ誰か理想の顔とかあったの。あと、アスカキララさんの鼻がすごい好きで。なるほど、はい、それを真似してね。はい、この写真をお医者さんに見せて、これにしてください。顔はアスカキララさんとかが好きだけど、髪とかは全く違うね。そうだね。自己流の感じのね、こだわりが。はい、いつからピンクなの。約1年前ですね。アパレルをしてたんですけど、そこのちょっと規則が厳しくて暗い髪にしました。なるほどね。でメイクもピンクだもん、徹底してるね。ネイルはちょっと見せてください、ぜひ。最近初めてスクエアネイルにして、いつもポイントネイルなんですけど、ちょっとスクエアにしました。身長何センチ。140です。だいぶちっちゃいね。TikTok はなんで始めようと思ったの。元彼にちょっと浮気されて悔しくて始めました。なるほどね。しかもその浮気したされた女の子が TikTok してたんで。あー、なるほどね。1万人は行ってなかったですかね。なるほどね。それで TikTok 始めてめちゃくちゃバズってざまあ見ろよってことですね。はい、結局じゃあその彼は来ました。来ました。来ましたね。なんですぐブロック。すぐブロックしました。どういう人がタイプなの。タイプは、誠実な方で、真面目な人がよくて、あと金銭管理をちゃんとしている人がいいです。あと DV しない人。金銭管理してるっていうのはお金稼いでるってこと。ある程度こう貯金と収入がある方の方が。なんかさ、何でもやってあげたいタイプか、やってもらいたいってタイプか。私結構基本的に尽くすタイプなんですけど、なんか尽くすのってなんか幸せになれないなっていうのを最近気づいて。実際付き合った彼氏もその感じ多い。まあでも結構紐が多いかったです。お紐に引っかかる感じですね。てかモデルやろうと思ったのは何でも。はその LINE でその応募が流れてきて。でもそもそもアゲハのあれ登録してたってことなの。あ、そうです、ね、それはなんで登録してたの。登録してた YouTube も全部見てたんで。はい。アゲハって感じだもんね。なんかピンクでトウモモちゃんがすごい好きで、エグから移動したじゃないですか。で、それで私3年前にモモちゃんからサインをいただいて。それは本人からの。あ、これ本人です。ももちゃんに会ったことはない。ないです。それはじゃあ自分でもらったわけじゃないのか。そうです。私が仕事だったので彼に行ってもらって書いていただきました。それでも綺麗に撮っといてるね。はい。なんか他にサインもらったことある人とかいる。他いないです。あ、じゃあ唯一持ってるサインがもう、はい、そうです。ももちゃんの。ももちゃんで参考にしてる
考にしてることは、とにかくあの YouTube をいつも見てて、更新されるたびに見てて、なんかルーティンとかとたまに真似したりとか、あと使ってる美容品とかも真似したりとかしてます。なんか一緒のものってできてたりするの、顔が。そうですね、でも私結構基本的にプチプラばっかりいいからですね。はい、エッグの時とか結構見てたね。あ、そうです、一回エッグに乗ったことがあって、はい、それがプロエクステのモデルで全国で3人選ばれるやつで、サプライズえ、サプライズおめでとうございます。え、待って、え、あ、待って、え、おめでとうございます。え、待って、おめでとうございます。じゃあなんとももちゃんが今日サプライズで嬉しい、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、これからお願いします、お願いします。もうまさにね、今色紙を見せて、はい、ももちゃんのことを憧れてるって話をしてたところなんでね。嬉しい、でもありがとうございます。もう目を見れてないもう目を見れてない状態、もうファンの方です、もう全部憧れてる、ね、嬉しい、お人形さんみたいな、もう嬉しい。でももうガチなファンなんだね、なんかもう目も見れませんみたいな、もうなんか今ちょっと夢かなって感じです。なんか今日めっちゃ楽しみにしてて、モモセちゃんからもともとなんか新しく入るコモちゃんのファンが入ってくれたんだよみたいな感じに聞いてたから、動画一緒に撮れたらすごい楽しみにしてて、サプライズとかでさっきもずっと練習してどうするみたいな、どう会えて、本当になんか、え、なんか、え、なんか、なんて言ったら、なんか、語彙力を失ってしまいます、なんか。確かに、本当にさ、嬉しい時の反応だよね。うん、なんか、もう、語彙力がもう本当にない。作ってない感じだよね。ガチの、うん。ももちゃんに聞きたいこととかあれば、それだけ話して終わろうかな。いや、なんか好きです。なんかも好きです。ありがとうございます。140センチなの。そう、立ってみて。え、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。バイバーイ。